SLM 公式写真 G4-504 号機2シリンダ複式、飽和蒸気式の機体動態保存されている G4-508 号機大型スノープラウを装備2シリンダ短式加熱蒸気式の機体レーティッシュ鉄道 G45 系蒸気機関車はスイス最大の私鉄であるレーティッシュ鉄道の本線系統で使用された山岳鉄道用蒸気機関車である レーティッシュ鉄道の本線系統では、前身のラントクアルトダボス鉄道が1889年に最初の区間を開通させてから、1913年に、エンガディン線が最初から電化で開通したのを手始めに1922年までに、全線が交流 11KV16.7Hz で電化されるまでは、蒸気機関車で運行され、本形式以前には、最初の蒸気機関車である。 G3、4型や G2X2、2系、G2、2プラス2、3型、G2、3プラス2、2型といったマレー式機関車が使用されていた。本形式は、それらの機関車の造備として、アルブラ線が全通した1904年から1915年にかけて、路線の延長と輸送量の増加に対応して、製造された軸配置 1D のテンダー空で29両が、 SLM で製造され、機体により、気候、性能が異なるが、出力323から5 8 8ット、牽引力65から 69kN を発揮し、35パーミルで90から95トンを18時速3 2トルで、牽引可能な性能を持つ。それぞれの基板と、製板、製造年、価格は、下記の通りである。2シリンダ複式。 飽和蒸気式の機体にシリンダ複式、飽和蒸気式、ボイラー容量増加系の機体にシリンダ短式、加熱蒸気式の機体にシ,シリンダ短式、加熱蒸気式の機体流線橋を渡る G4-5 型が牽引する列車電化の進展により1920年以降1927年にかけて107-108号機を残して順次廃車となり、2両がブラジルの中央鉄道へ、 7両がスペインのロブラ鉄道へ、18両が大の国鉄へ譲渡された。各機体の廃車年、譲渡先、譲渡先基盤、譲渡先廃車年は以下の通り、ありがとうございます。